パート3、4で皆さんが苦手なあの問題を解説します。皆さんこんにちは。メディアビーコンで英語教材の編集と英語コーチをしています山田ゆつきです。今日私は TOEIC エランダール公開テスト第342回午前の部を受験してきました。受験された方お疲れ様でした。この動画では今回のテストを受けて感じた最新の傾向だったり、今後必要になってくる対策についてお話ししていきます。この動画は午前の部の感想動画になりますが、午後の部の感想動画についても随時アップしてまいります。ぜひそちらもご覧ください。今回私が受験したフォームはパート1の1枚目の写真が美容院で髪を切っている場面の写真でした。TOEIC 公開テストの問題には複数のフォームがありまして、同じ日同じ回を受けていても別の問題を解いているということがあります。今回私がお話ししていくのはこちらのフォームについてなんですが、別のフォームを受験された方にとっても、今後 TOEIC を受験される方にとっても有益なお話をしていきます。ぜひ最後まで動画をご覧ください。この動画が少しでも役に立ったなという方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします。では早速感想をお話ししていきます。それではまずパート1です。パート1は普通としました。全体としてはそこまで難しい語彙も出てきていませんでしたし、引っ掛けの問題も定番の引っ掛けのものが多かったです。今回パート1についてお伝えしたいことはこちらです。知らない語彙は必ず出てくるということです。TOEIC 対策をされている方であればパート1の品質の単語や表現きっと抑えていると思います。ただ毎回テストでは新しい語彙が登場してきます。必ず自分の知らない語彙が登場すると思って挑みましょう。その時に重要になるのが消去法をうまく使うということです。知らない単語が出てきたりとか知らない表現が出てきたりするとすごく不安になるし、なんかもうパニック状態になってしまいますよね。ただそこで諦める必要はないんです。他の選択肢をしっかり聞き取れていれば消去法を使って正解を導くことができます。選択肢4つを聞いていった時に A を聞いて知らない語彙が出てきたというところで焦ってしまわずに、まず落ち着いて B、C、D の選択肢も聞いてみましょう。 B、C、D がある程度聞き取れたら A が正解、A が不正解っていうのを導くことができます。選択肢は必ず全て聞くというのを改めて意識してみてください。それから今回受験してパート1で押さえておきたいなと思った語彙を少しご紹介します。まず1つ目です。パドー、わかりますか？こちらは水たまりという意味です。これは定番なんですけど、ベース、イギリス英語だとバースとなります。では花瓶という意味ですね。それから最後こちらショア、わかりますか？海岸、沿岸という意味です。こういった水と陸がある部分ですね。こういった単語が今回出題されていましたので、ぜひここで押さえておいてください。続いてパート2です。パート2はやや難としました。今回もいつも通り曖昧に答えているような応答がすごく多かったです。ただそういった問題は最近の傾向では定番になってきています。引き続き対策をしていきましょう。ただ今回さらに難しいなと思った点が、不可算名詞の数え方の表現が登場していたことです。この不可算名詞の数え方の表現、どういうことかと言いますと、例えば A cup of coffee、 一杯のコーヒーという表現です。コーヒーっていうのは液体なので不可算名詞、数えられない名詞になります。こういった数えられない名詞に対しては A cup of のような表現を使って一杯のという意味を表します。他にも少し見ていきましょう。例えばこういったものがあります。 A glass of water、 一杯の水ですね。 A piece of paper、 一杯の紙。紙もちぎれてしまうので数えられません。あとは Loaf of bread、これ結構難しいんですが、一塊のパン、パンのこの塊を表す表現です。上のこの3つに関しては知ってる方も多いと思うんですが、最後のもう A loaf of という表現は結構難しいし、あまり聞いたことがないんじゃないかなと思います。この bread、 パンという語彙を知っていたとしても A loaf of のところで何のことを言っているんだろうっていうふうに分からなくなってしまう方も多いと思います。ぜひこれを機会に覚えておいてください。続いてパート3とパート4です。パート3は普通、パート4はやや難としました。今回パート4をやや難とした理由としては、全体のトークが短い問題が多かったということです。全体のトークが短い、簡単になるんじゃないかって思う方も多いかもしれないんですが、トークが短いということはつまり別の問題の根拠がすぐに出てくるということになります。こうギュッと圧縮されているということですね。
なので問題の根拠が出てきたと思ってこう喜んでワークしている間に次の根拠が流れてしまって聞き逃してしまうということがあります。その対策法としてはまずマークをしながら耳は聞いたままということを意識してください。これまあ難しいと思うんですが日々の勉強の中でマークをしている間手を動かしていると思うんですが耳は絶対に傾けたままにしてください。一つのコツになるんですがマークを聞きながらしっかり塗るのではなくて音声が流れている間は根拠が聞こえたらマークに印をつけておくだけにして全部聞き終わってからしっかり塗りつぶしましょう。目はマークシートに向けて耳は音声に向ける、これぜひ意識してください。それからパート3、4に関して今回は話し手の職業、会話の場所を問う問題について少し解説していきたいと思います。職業や会話の場所を問う問題っていうのは例えば Who is the man? 男性のこれ職業を聞いてますね。職業は何ですかという問題だったり Where does the conversation most likely take place? 会話の場所を聞いています。実際に私が教えている生徒さんでもこの問題すごく苦手っておっしゃる方が多いです。なので今回攻略法をお伝えしていきたいと思います。この問題の攻略法ズバリ関連キーワードに気づくということです。ちょっと具体的にお話ししていきます。例えばドクター、医者という職業ですね。医者といったら何でしょう。関連するキーワード思い浮かびますか。いくつかご紹介します。例えば patient 患者、お医者さんにとっての逆算ですね。あとは medical record カルテという意味ですね。それから medicine 薬、prescription 処方箋という意味です。お医者さんが関わる人だったり関わるものだったりします。 TOEIC のこの話し手の職業会話の場所を問う問題では職業名ではなくてこちらの関連キーワードがトークの中で登場してきます。普通に会話している時を思い浮かべてほしいんですけれども話し手の中では前提となる情報があります。例えばこの人は医者でこの人は看護婦さんとか、なので会話の中で改めて I'm a doctor とかって言わないんですよね。なので会話の中で出てくるこういったキーワードをもとにあこの人医療関係の人なのかなお医者さんかなっていうのを推測する必要があるんです。つまりこの職業に対して関連するキーワードを知っているかそしてそれを聞き取れるかということがこの問題の攻略ポイントになります。続いて会話の場所についても見ていきましょう。例えばファクトリー工場、この単語皆さんご存知だと思うんですが関連キーワード何か思いつきますか。どうですか。例えば assembly line 組み立てラインという意味です。こちら TOEIC ですごく品質です。今回もこの assembly line というキーワードをもとにファクトリーを導く問題が出題されていました。他に関連キーワード思いつきますか。他にはプロダクションライン、製造ライン、これもアセンブリーラインと同じように品質です。あとはシンプルにマシン、はマニファクチャー、製造とか動詞の製造するという意味もあります。この例だと組み立てラインに今いるよとか下の階の製造ラインに行くよとかそういった話が会話の中で登場しているのでそこからこの人たちは工場にいるんだっていうのを導くことができます。先ほどもお話ししたようにこの一つ一つの語彙を知っているかということとこの語彙同士の関係性が分かっているかどうかが重要になります。対策としてはパート3、4のこのタイプの問題の選択肢になっているこういったワードに対して関連するキーワードをたくさん挙げてみましょう。一つ一つの語彙を覚えているだけではなくてその一つ一つの関連性を合わせて覚えるようにしましょう。続いてリーディングに入っていきます。パート5はやや難としました。これは最新の傾向ではあるんですがコロケーションを知っているかどうかということが正解を選ぶ鍵になっている問題がとても多くなっています。コロケーションというのはよく一緒に使われる単語と単語の組み合わせのことを表します。例えばいくつか例を見ていきましょう。 With great enthusiasm は強い関心を持ってという意味です。 With との組み合わせも品質なんですがこの2つの単語の組み合わせがとてもよく使われます。それから claim one's prize、ここには代名詞が入ります。 claim her prize とか claim his prize とか
商品を獲得するという意味です。それから Do upon completion、 完了次第という意味です。この3つの単語の組み合わせもよく出るんですが、 Do upon というこの2つの組み合わせもとても品質です。こちらパート5に限らずパート6、パート7でも品質の表現になります。続いてパート6です。パート6は何としました。今回とても難しかったなと感じました。特にですね、文挿入問題が難しくて、正解かなと思うものがあってもちょっとここに入っても微妙だなとか根拠が薄いなっていうものがすごく多かったです。ただパート6に関して皆さんにお伝えしたいのは、対策するのは800点を超えてからにしましょう。私が教えている生徒さんの中でもどのパートが苦手かって聞くとパート6って答える人とても多いんです。確かにパート6難しいんですけれども、スコアが800点に満たない段階からパート6個別の対策をする必要はないです。なぜかと言いますと、パート6というのは文脈を読み取る力を問う問題なんです。文脈を読み取るために何が必要だと思いますか。それは文法力と読解力なんです。つまりパート5で問われる文法力、パート7で問われる読解力のこの2つの掛け合わせなんです。文法力というのは簡単に言ってしまえば、文構造を理解して一文一文の意味を理解するという力です。それに対して読解力というのは固まった文章を読んでどんな内容が話されているかということを理解する力になります。つまりパート5とパート7の対策をしていれば自然とパート6に必要な力はついていくんです。なので800点以上や満点を目指すという方以外はパート6単体の対策はしなくても大丈夫です。文法力、読解力を鍛えることに専念しましょう。最後にパート7です。パート7は普通としました。ただ最近の傾向としてマルチプルパッセージよりもシングルパッセージ、一文書の問題が難しいという傾向にあります。シングルパッセージ、マルチプルパッセージと比べて優しい問題と思いがちなんですが、最近分量が増えていたりとか回答根拠が薄いものが多かったりとか、シングルパッセージのところでかなり苦戦することが増えています。なのでシングルパッセージの最初のところで時間を取られすぎないように注意してください。シングルパッセージにかなり時間を取られてしまうという方はマルチプルパッセージから解いてみるということもおすすめです。もう一つお伝えしたいのが、幅広く使える多義語に注意してくださいということです。パート7では文章の中に登場する単語に対してそれと似た意味の単語を選ぶという問題がありますよね。そのタイプの問題で出題されるのがこの多義語です。複数の意味を持つ単語になります。少し具体的に見ていきます。例えば accommodate という単語があります。じゃあトイックで品質の単語です。よく使われるのが何々を収容できるというですね、ホテルとかが何人収容できるよとか会議室が何人入れるよっていう時に使います。であまり知られていないんですが、この accommodate という単語、他に何々に親切にするという意味があります。この収容できるという意味がすごく頻繁に出てくるので、こちらの意味今知ったよという方も多いんじゃないかなと思います。この accommodate は動詞なんですが、こちらの意味に関してはaccommodating という形容詞の意味で登場することが多いです。こちらは、親切にするという意味から親切な、人当たりの良いという意味になります。つまりある人物を就職するときに使われたりする形容詞なんです。こちらも今回出題されていましたので今ここで押さえておいてください。それからもう一つ紹介します。 gentle、 こちらの単語皆さんご存知ですよね。ジェントルマンとか言いますよね。性格とかが優しいという意味があります。こちらご存知の方は多いと思います。ただこのジェントルという単語、性格が優しいという意味の他にも幅広く使える表現なんです。具体的には穏やかなとか静かな、強くない、こう柔らかいイメージなんですかね。性格が優しいって意味だけだとこちらに当てはまらないような表現がたくさんあるんですが、具体的にいくつかご紹介します。例えばこういったものがあります。 Gentle slope、 緩やかな斜面、これもこう柔らかい優しい感じというかが出ています。それから Gentle voice、 こちらは落ち着いた声という意味になります。それから最後ですね、 Gentle detergent、 低刺激の洗剤。こちら結構洗剤に対してジェントルって使うんだって思うかもしれないんですが、この強くないとか穏やか静かな優しいっていうこの
ジェントーの持つイメージが、まあ、潜在に対しても低刺激という意味で使えることをここで押さえておいてください。どうしてもこのジェントーと聞くと、まあ、日本語になっていることもあるのか、まあ、人に対して使うイメージがあると思います。ただ今回ご紹介したようにスロープとかボイスとかデトルジェントとか物に対して使えることも覚えておきましょう。こういった幅広く使える多義語、英語と日本語訳を1対1で覚えておくと対応できなくなってきます。対策法としては英英辞典を使って英語を英語のニュアンスのまま理解するようにすることがおすすめです。はい、以上でパート1からパート7まで今日の TOEIC の感想をお話ししていきました。最後に一つお知らせです。メディアビーコンの公式 LINE では TOEIC のスコアアップに役立つ情報をたくさん配信しています。そして今ならアンケートに答えていただくだけで TOEIC の最新単語リストを毎月プレゼントしています。見逃したくないという方はぜひこの動画の概要欄のリンクからお友達になってください。それでは今回の感想動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日テストを受けられた方はぜひコメント欄で感想を教えてください。それでは引き続き皆さんの英語学習、TOEIC学習を応援しています。また次回の動画でお会いしましょう。